さあ、19.9 度でございます。まあほとんど20度でございますけどね、なんかちょっと鬱陶しい天気でございますが、もう本当にね、この鬱陶しさをね、もう綺麗に取り除いてくれる、はい、もうクリーナーと言われてる女をこれからね呼び出してみたいと思いますね。沼尾ひろこしやー、どんなえどんな窓でも綺麗にしてみますなんでそんなちっちゃい声で喋ってんだよ。窓だって窓え窓窓違う、えそうそうそう、だってな、今窓掃除してんの、ま、窓掃除それクリーナーってテレビさんが言ったから、私ああクリーナーって言うと窓掃除になっちゃうの。違う、えなんないだろ別に。えそれ音なんですか。だっていやだってクリーナーっていうのは別にいろんなものをきれいにするんだから、クリーンにする人なんだよ。ああそうだよ、クリーンに ER だ。掃除機もクリーナーですよね。クリーナーだよ、おあのバキュームクリーナーですよね。ああ、あと最後に残ったものをきれいに食べるとかね。ああそうなの、うん、最後の1個っていうのも平気で食べられる人なんだ。あ今手を挙げてる人がいます。遠慮の塊になってるの、 あれなら取りにくいよね日本人ってね。宇宙君が手を挙げております。あ宇宙が、はいはい、あらららどうしてそんな時に宇宙が積極性を見せてるんだ。すごい元気に待ってなんか現場バカしかいない感じがするんだけど、最近宇宙君があまり可愛がってないんじゃない、うん、なあ。そうですか、うん、宇宙君は女性には丸、それは知ってますけど。マルキリ何なのよ。いやいや、なんで分かる。マルキリ何なの。え、マルキリこう反応しないんですよ体が。そうです。矢印が下をこう向くのにですね。あのベクトルが全然ピンとしないの。そう、童貞だって言われてる。だって好みのあれで女優さんとかさ、歌い手さんとかいるんじゃないの。宇宙だって。無理ですか。聞いたことないの。うわ。え、うわ、首をかしげてます。あ、いないんだ。え、男が好きなのじゃん、宇宙は。いや、それは違うらしいんですが、どうやら動物？え、あ、動物って言ってます。何？ヤギとかなんかにこう、ヤギに浴場してあるとか。ね、ヤギ？もうヤギの肛門みたいなもうたまんなくなっちゃうとかさ、ニワトリとか。すごい嬉しそうね。嬉しそう。あ、なんか動物当たったんだ。分かった。あ、ごめん。ちょっとびっくりしました。びっくりするね。考えつかないもん。今日初めて知りましたよね。牛は動物なんだ。なあ、かなり付き合い長いですか。初めて。初めてカミングアウトだよ。びっくりしました。まあ、あいたな。動物園連れていけないね。一緒に歩けない恥ずかしくて。いろんな動物見て発情されたらさ、困るじゃない。ゾウとかそういうキリンとか大きいのも行くの？あ、そう、そうだって言ってます、ね。そうだって言ってますね。沼は本当なんだよ。ダメだよスペシャルウィーキでそんなこと言ってんの、言い続けんの。ねえ、びっくりしました、ね。何？今日はお助けマンだよ、知ってる？あの隠しマイクでですね、うん、都内のそうだよね。いやいや公園でしょ。すよで今日は、うん、雨がほら降りそうで降らなそうな感じだからね。なんか発揮しないよ。そうなんですよ。でも今のところ落ちてきてませんね。ああね。でもなんか降りそうな気配だよね。なんとなく。今日はね、はい、まあ、ここ何年かの脳を鍛えるっていうのがブームになってるでしょ。脳、頭の脳みそ、脳みそね。前にゲストに来てくださったね、川島隆太さんのドリルとかゲームなんかも相当売れてるらしいんだ。爆発的ですよ ね、 ね、昔は考えられないよ、ドリルなんて売れちゃうなんていうのはね。学校の勉強でもないのにさ。本当です ね、 でそこ今日はね、沼尾にもね、まあ、このヤルマンの表回りの知性派と言われてる沼尾にもね。私知性派。知性派だよ。悲しいかな、病だれがついてんだけど、ごめんね。惜しい惜しい。知性派って普通病だれがないんだけど、沼尾の知性は病だれがついてる。あれ痴漢の痴。あ、そ知性の痴。そう、知女の知ね。で沼尾にも脳をね鍛えてもらおうと思うわけ今日はね。で今日は隠しマイクでそ公園に行ってるんだけど、はい、公園のベンチでまた休んでる人に得意の話しかけて、一緒にね脳を鍛えてほしいのよ、その人と一緒にですか、うん、そうそう沼尾とね。できっと今みんな脳を鍛えることに関心があるはずだから、そんな違和感ないと思うんだよ。だから沼尾がそれとなくそういう話をするとね、うんうん、乗ってくれると思うよ。そっか、うん、後で使うからスタッフからちょっと小道具受け取ってくれる。あ、待って、小道具ね。これうん、それこれでいいんですか、うん、で細かいことはね、うん、俺がまたチンベル鳴らして指示させてもらうからね、大丈夫でしょ、じゃあ行ってみようかな。脳を鍛える女スタート。脳を鍛えるんですよね。そうそうそう、カラスが鳴いてるんだ。それでそうですよね。そうそう、そしてできれば、今日雨降ってなくてよかったな。でもとりあえずな、あれ雨降ってたらちょっと公園でこのネタきついやな。そうですね、休んでる方は
す。いない？いる。いるだろ。いらっしゃるんですけれども、ヘリコプターですか？あ、そうだな。ヘリコプター。ヘリコプター。車を探してたんです。ああ、でもベンチ随分でも。ベンチがいっぱいだな。何がいっぱい？ベンチがいっぱい？いっぱいで、ちょっと私もちょっと一人分空いてるって感じがないんですね。なかなかないのね。難しいね。いきなり膝の上ってだけにいかないしね。座るわけにいかないもんな。大丈夫かな。作家のキリキならな、相手を歌いながらスッと座れるんだけどね。すいません。今ちょっと何時か教えていただけますか。今2時10分。お、いいね。あ、10分。あ、どうもすいません。はいはい、すいません。ちょっと私お友達 と、20分頃待ち合わせしてるの、ちょっと隣座ってても大丈夫ですか。あ、よかった。じゃあ、いいね、自然だね。どうも。うまいね。ちょっとすみません。憎いね、憎いね。今あれですね、チューリップが綺麗に咲いてるんですね。そうですね。ねえ、お花とかが、それもう春ですね。世間話さすからもう日本一だね。ピカイチでありましたけれど、クロスワードとかしてんですか。いや、あ、もう来たんですか。いいじゃん。同行の詩ですね。さあ、そして行こうかな。そうでしたか。さあ、もうね、鍛えるものといったら単純な計算の繰り返しだから。お友達とちょっと買い物でもしようかと思って、今待ち合わせちょうどここでしてて、それなのに時計忘れてきちゃったもんで、あ、バックから、ね、ノートとペンを取り出してね。でもクロスワードもいいですね。最近脳を鍛えるために計算してるんです。あれですよ、たまに、ね、声出しながら一桁の足し算をやってみて、脳を鍛えるとかってね。そうそうそう。クロスワードたまに相手にも答えを聞いて、脳を鍛えるとかって、ね、クロスワードもいいですよね。そうそう、私もね、だからやっぱ脳鍛えるのいいのかなと思って、そうそう、一桁の足し算、なんかノートとか持ち歩いてなんかあれしたりしてますよ。そうそう、ちょっと出して、ノートとペンも、あとあれとかいいって、あの足し算とか、そうそう、一桁の、しかも一桁をこう、ね、あのよく、あ、やっぱり知ってますか。いいね、やっちゃうぞ、やっちゃうぞ。あ、そう、そう、それでだから私もそれちょろっと見たりして、あと本とか最近よく打てたりするんで、あの1たす2が3、あ、3たす1は4とか、5たす6は11、7たす2は9とか、なんかこういうのずっとこうやっていくといいらしいですね。でも奇遇ですね。そう、なんか同じような感じで、ああ、ちゃうから、そっちは何ですか、そっちのクロスワードは。これ3万円のクロスワード。何ですかそれ。何で気になるの。出せば当たるんですか。3万円、当たれば3万円が当たるんですか。じゃあこの沼はね、脳を鍛えるものって声を出すことだから、もう鍛えられそうですね、かなり、うん、でノートのね、最初のページに歌詞が書かれてるから、広げて大きい声で歌おう。アイ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 、お猿さんだよ、アイ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 、ね、あれをね、ちょっと歌ってもらおうかな。これ何ですか。いいや、なんか馬券がどうのこうのって言った、これが答えですね。あ、答えはもう分かってるの。あ、そうなの。でも鍛えられそう。アイアイ、あ、そうそう、あとね、あと私が読んだ本だと、あの、あれでしたよ、声に出して何かこう言葉、歌とかそういうのも言うっていうのもいいそうですね。アカペラがいいって言いますよね。だから、声、それなんでね、うん、ちょっと見てくださいよ、私ノートに、ね、そうそう、あの、こんな待ってる時なんかちょうどよかった、ちょうどよかったっていうか、あれですね、ほら見てください、ね、これほら、脳来て、で声出すことって言って、でほら、あの、あーやい、あーやい、お猿さんだよなんてね、なんかこの、なんかこんなのをこういう風に、なんか一人だとね、一人でてちょっと恥ずかしいですけどね。じゃあ次、絵を描くこともね、なんかいい、うん、絵もいいんだよ、絵描くのも。あんまり恥ずかしがらずに、ノートにね、大きく絵を描いて、なんて、ね、ノートに置いて、テーマがね、このくらいの男のフェロモンたっぷりのバナナ、ちょっと持ちやすいんで、便利だったり、男のフェロモンたっぷりのバナナってテーマでね、書き終わったら相手の感想、ね、あとなんだっけな、その絵を描く、私は私2冊ぐらい買ったんですけど、うん、その中の1個は、あと絵を描いたりするのも、そうそうそう、ね、ノートで大きく絵を描く、テーマはね、男のフェロモンたっぷりのバナナ、ね、どんな絵でもいいんですけど、そうそう、こう自分のこう想像したこととかをパッと、ね、こうメモがてらにこういうふうに描いたりすることもいいんですって、うん、ね、あの、なんだろう、例えば今日だったら男のフェロモン、こんなもうお花とか咲いてて、ね、鳩とか、あと噴水とかもあって、すごい気分がいいじゃないですか。そうそうそう、そういう時にね、なんかそんな時にこう思い浮かぶような、そうそう、
なんか例えばですよなんかちょうど待ってる間にすみませんね。なんかでもちょっとセクハラしてるみたいな感じだな。ほら こんなのどうですかね。ちょっと先の方がこう、ね、膨らんでて、この先の方にちょっとこうピッてこう割れてたりしてねえ、でこう棒ちょっと太めの棒な感じで、これ勘違いされるかもしれない、ね、これなんか こんなのがちょっと今思い浮かんじゃった。これで本当に鍛えられてるんですかね。危ねえ危ねえ。沼さん沼さん大丈夫、うん、ちょっとあれかもしれない。よし、じゃあね、脳を鍛えるために今度音読だな。音読、うん、ノートの最後のページにね、エロ小説の一部が書かれてるから、そう大きい声でね読み上げてくれる。そう、ね、そうそう、音読いいんだよ。クロスワードも絶対いいですよ。日本語でね、大きい声で日本語を読むっていうのがね、ノートの一番最後ですか。そうそう、一番最後に書いてあるよ、あの小説の一部が。それは音読がいいよ。あとはあれですって、 あとじゃあ私のちょっと見てくれます、これ。さあこれね、また見せるんですか。ドキドキした、さっきの続きだったから。バナナも見せたんですよ。どうもバナナじゃなかったみたいだ。すること、で 音読をしかもきちんとした、こう、なんていうんですか、大きい声でね、あの普通にねえねえ、なんとかですよねとお友達とこう話すような感じじゃなくって、なんかこうきちんとしお話、なんていうんですか、音読で本を読むように話すとかっていうのが、そういいらしい、いいらしい、声に出して読む日本語なんですかね。いいんじゃないですか。いいんだよ、いっちゃう、本当、うん、読もう読もう、そう思います。それでちょっとこんなの書いてみたりしたの、じゃあちょっと聞いてもらってもいいですか。じゃあちょっと読んでみます。ひろこ、おさむはひろこのブラウスのボタンを乱暴に外すと、そこにある豊かな膨らみを一心不乱に揉みしだいた。長いじゃねえか。ひろこは自分の体がほてっていくのを感じた、うん、そう、なかなかほてるは読めないよ、日が照る、ね、おさむさん、カワウメかこれ。理性にロックされていた欲望の雫が滴り、ひろこの黒い下着を湿らせる。とか、なんかちょっとね、どうですかね、ちょっとどうかな、こんな感じでも声に出して読んだりするとはどうですかね。本当ちょっと脳が鍛えられて いますかね。脳じゃない部分にいっちゃうよ。脳でも鍛えられてるの、脳なのかな。脳じゃなくて何ですかね。ねえ、言葉なくしちゃ、脳じゃなくてなんだか、脳じゃなくてどこが鍛えられてるのかしら。どこなんだろう、鍛えられてるの。下の方かもしれない。下の方かね。そうかもしれない。世間話なんだよこれ。いやー、でもまあでも人間いくつになってもね、こうやってね、いろいろしていくこと大事ですよね。本当になんか大事だなと思って。まとめられた。でもあれですね、お父さんもクロスワードだし、ね、お父さんびっくりしてるわ。お父さん立ち上がらずに、いきなりやらしい絵描いてるわ、ね、その後エロ小説読み始めて、そう言ってみようかな。なんかちょっと今この時点でも随分鍛えられた感じがして、ちょっと私の鍛え方もちょっと参考になりました。本当よかった。じゃあ今日もいいことがあってお互いよかったです。じゃあまた失礼します。よろしくどうも。よろしくどうも。大人のはあれだね、やりといたね。いや今の人いくつぐらいかな。どうしたの。何なんだよ。何してんだよ。何が起こったの。何してんの。どうしたの。宇津井健さんみたいな。そんなかっこいい人なの。
何そんな渡る世間は鬼ばかりに後で出てきた岡倉の方なんですけれど、いい男なの。新聞でクロスワードを、やってたんだよな。そのタイミングよくあれだな、やってたね。そこにいくつぐらいよ。でもいや50代俺なんかぐらい後半ですが、じゃあ俺なんかぐらいかい。この、それで私の、その脳を鍛える方法を、一生懸命、クロスワードの横に書いていました。本当本当かよ、すごいね。それで沼尾がさ、やらしいバナナ書いたでしょ。びっくりしなかった？感心して本当に。あとお前エロ小説読んでただけなんだけど。ねえねえ、沼尾さん、そのバナナ見せて。あ、じゃあスタジオの後でね、なんか届けさせてね。お見せします。それであのラジオ聞いてる人欲しい人にあげるから、それあの私のバナナ係まで。私の何言ってんだよ。ぜひお寄せください。もうすごいね、お前は本当にすごいわ。それじゃあまたな。これじゃな、ちょっとなんか一人にはしない。一人にはしないでってどうすりゃいいんだよ。ずっと繋いでく。じゃあお前薄くじゃあ動かしとくぞ。四谷に戻るまで。ほいじゃな、さよなら。